絵が上手です。はい、ありがとうございます。あ、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ですね、新年初ということで、ちょっと飾り切りをやっていこうと思います。じゃあちょっと今回ですね、いつもやってるんですけど、ちょっと絵に描いてから、ちょっとやっていこうかなと思います。つくかな。で、この大根が、こう、あったらですね、ですね、いつもだったらですね、こんな感じかな。見えるかな。見えん。見えます。見える。こんな感じで鶴を作ってるんですけど、ちょっとこうクオリティを上げていこうかなと思って、ちょっとこうくちばしをちょっと大きめに作って、で、あと羽をですね、ちょっとここでこうカットしてから、なんかこんな感じで、見えんねこれ。見えるかな。あ、見えるかな。こんな感じの鶴をちょっと作っていこうかなと思います。いつも作ってるのはこんな感じなんですけど、くちばしをちょっと長くして、どう、翔平、わかる？わかります。すごい綺麗な絵が上手ですね。はい。ありがとうございます。では、これでちょっとやっていきます。はい。じゃあ、いつもと一緒なんですけど、とりあえず大根をですね、ちょっとでかいところを、こう、輪切りを切ってもらって、熱かった。はい、こんな感じですね。あとはこれを、このぐらいかな。もうちょい。まだまだ。薄くするときのコツは、うん、薄くするときのコツね、コツはですね、片刃の包丁だったらここの面をこう当てながらこれで平行にこう向くみたいな感じなんです。ここをペタッと当てたらこれ以上は結局下にはいかないわけなんで、片刃包丁の包丁でする場合はですね、あるかなんとなくわかる。ここまで来たら包丁が多分動かないと思うんで、その状態でこうゆっくりこう段がなっているところを切っていく感じです。で、どのくらいかな、何ミリぐらいかな、このくらいです。このくらいでいきます。ですね。とりあえずこのくらいから切ってもらって、こんな感じ。じゃあちょっと。今年のちょっとバージョンアップバージョン。なんだそれって。じゃあ、くちばしから。このくちばしをちょっと長めに取ってもらって、ここで、こんな感じ。どう？ちょっとここがくちばしをいつもよりも長く取ってます。たらこれでくちばしを長く取った状態で鶴の特徴の頭をこう丸くして首から羽の根元までここまでこんな感じ。そしたらじゃあ羽を作ります。羽まで作ったらなんとなくわかるかな。はい、こんな感じです。そしたらいつもはここから部位をこう、こっちにこう部位を入れていってる状態なんですけど、ここで羽を一回こっちに切ってしまいます。ちょっと初なんでわかんないんですけど、ちょっと上向けた状態で、なんかこんな感じ、なんとなくこんな感じ。ちょっと上にこうカーブしたみたいな感じ。わかる？うん。そしたら、あと後ろ羽を、まあ、この状態で割ろうか。で、この状態で、ここを半分にするんですけど、まあ、これが一番
難しいところなんですけど、できるだけ真ん中、大根の真ん中に狙いを入れてから、もうゆっくりでいいんで、包丁で。で、ここで半分に割った状態、ちょっとこんな感じです。もうちょっとかな、わかるかな、こんな感じなんですよね。でこんな感じでやりたいんで、もうちょっと、はい、このくらいまで入れます。もう2枚割りの感覚は多分難しいんですけど、ゆっくり真ん中を狙って入れるしかないです。じゃあ、ちょっとここでですね、ちょっと後ろバネを作っていきますね。ちょっと無理やりなんですけど。はい、こんな感じで、こっちの尻尾と羽を分けました。では今度は羽に部位を入れていきます。鶴のイメージは羽ばたいてるイメージですか。なんとなくこう鶴がこう飛び寄る感じは想像して、それをこう形にできたらな、ね、ハランギリとかされる人だったらね、すごい上手な、ちょっと大根なんで、こんな感じですね。ちょっと外側だけに羽をつけた感じです。あとこの大羽に、大羽ですね、なんかちょっとこの羽のつけ方とかもちょっと角度によって、なんかこうね、丸みを帯びた角度とかで羽をつけていったらまたイメージ的にこう違うのかな。はい、こんな感じです。じゃあそしたらですね、まあ、本当だったら鶴って、ね、頭何色ですか。赤色。そうです、頭が赤色なんですけど、頭を赤色にせずにちょっと目だけを赤色にしようかなと思って、で喉元とここのくちばしって本当は黒なんですよね。けどまあちょっとそこまではちょっとできないんで、じゃあなんで赤をつけるかって言った時に、一番簡単なのはこの食紅ですね。100均とかにも多分普通に売ってあると思うんですけど、食紅にこの竹串でちょっと水をトントンとつけてもらって、この食紅をちょっとちょこんとこんな感じで先っぽにします。で目をですね、自分でこうトントン、ちょっと気持ちでいいんで。そしたらこう鶴の目が分かりますかね。分かる？見ようかな。はい、うん、反対側にも、ちょっとこれはすごい映りやすいんで、あまり他の材料に触らないようにした方がいいです。であとは羽を折っていきます。割っていくときなんですけど、ここ一番ここの部分からちょっとだけ浮かした状態で、ここを10としたら8割ぐらいのところから こんな感じで首の曲線に合わせてこう曲線を描きます。今この状態でも大丈夫なんですけど、ちょっとまあ中に入れ込みやすいように、ここの下をね、ここはちょっと上にして、わかるかな、こんな感じです。上にした状態ですね。あとはもう羽を広げてもらって、これを中にこうぐーっと入れ込んだ状態、入れ込んでもらえれば、ですね。あ、ちょっと上すぎたかな。ですね、羽がこのちょっと下に向きすぎた場合っていうのはこうなるんで、これで羽をもうちょっと上にこう上げたければ、ここの切れ目をですね、わかるかな。この切れ目をもうちょっとギリギリまで深くしてください。深くするか、
ここの根元をもうちょっとこう切ってやるか。であとはもう水に放てばいいんで、そしたらもう少しだけあのこの羽が上に浮くんで、どうかな、こんな感じになりました。ちょっとどけてみようか。つるっぽいような、つるっぽくないような。つるです。つるですか。ありがとうございます。ちょっともうちょっとこうくちばしがもうちょっと上向いた方が良かったのかなと思うんですけど、なんかこんな感じでいろいろこうね、あの一個の飾りからもいろいろ自分でこう考えながら作れたらまあ面白いかなと思います。はい、ちなみにあの、うん、何回ぐらいでできるように、人によっていろいろとは思うんですけど、まあ普通 の、 あの調理師の人だったら 2,3 回やれば多分できるとは思うんで、ちょっと挑戦してみてください。はい、今年もどうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。